はい、こんにちは、中地です。本日は Don't Starve というゲームをやっていきたいと思います。コンソールエディションというこれね、どうにかならなかったのかってすごく僕はもうここすごく開業したくて仕方ないんですけど、Don't Starve PC で、もともとは出ていたゲームですが、コンソールの方に、PlayStation 4の方に、日本語として、ゲームが移植されてきました。で、とりあえずね、ちょっとやってみたんですけど、ちょっとなかなか面白いので、やっていこうかなと思います。ただあんまりね、超絶にシリーズ化するつもりはないので、Don't Starve、このスターブっていうのは上っていう意味があるんですね。なので、Don't Starve なので、植えるまで実況にしようかなと思っております。植えたらそこで終了、そんな感じでやっていきたいと思います。はい、そしたらプレイする。でね、ちょっとねやったんですよ。 2日ぐらいかな、2日間ぐらいやったんですけど、これはどうでもいいです新しいゲームで、キャラクターはね選べないので、で世界でデフォルトでいいかなと思うんですが、ワールドサイズを少し大きくしてみようかな。シーズンとかはねそのままでいいか。あとはね、どう変わっていくのかあんまりよく分かってないので、これでいきます。取り消す、いいえ、変更承認。それでは始めていきたいと思います。世界構築中、ほのめかす山ほどの戦利品とか言い回しがね面白い。ただね、ちょっと日本語訳がね直訳すぎるんじゃないかっていう時がねたまにありますので、まあその辺はご愛嬌、やっていきたいと思います。ドーン。おい、ともよ、あまり元気がなさそうだな。夜が来る前に何か食べるものを見つけた方がいい。ズンってはい、始まりました。これがね主人公で、カメラがこういう感じで動きますね。で、花とかね、鳥とか、これねもう始まってますから、こういうの撮ったりしてね。ん？道が引いてる。なんかすっげえ恐ろしいモンスターが。あんな見たことない道があるね。で、まずはちょっとこの辺をね取ります。で、左にあるバー、これがね、多分ですけどマインクラフトでいうあれかな、クラフトボックス、クラフトテーブルかな、作業台だと思うんですよね。で、これで出して、で、斧、ツルハシ、この辺がねツールなので作っていかないといけないんですよね。なので、で、右上に昼間って出てますけど、あれが黄色い、今黄色のところを歩いてるんですけど、よいしょ、これがねだんだん暗くなってくるので、早いとこ素材をね集めて夜を越せる状態にしなきゃいけないんですよね。そこまでは理解してます。それ以外がね、あの脳みそとか多分ね不安指数とかだと思うんですけどね、多分ね、そういうゲームがあった気がするので、多分不安指数、なんか不安なことがあると減っていくんではないかなと。とりあえずこれフリントが最初重要でね、石があったからね、さっき
最初にバカバカ拾いましょう。で、重量の概念もどこまであるのか分かんないんですよね。この下のインベントリーがありますよね。ここが全部ですね。キノコ、これが全てだと思うんですけど、こうやって苗木とかすでに持ってるものに関してはどんどん取れるんですけど、この下15ですね、555、15埋まってしまうと取れなかったりするので、これ道引いてあるってことはなんかあんのかな。まあいいや。で、お腹はまだそんなに空いてないね。で、そしたらちょっとクラフトしてみましょう。まずツール、斧、建設する。作成じゃないんだよね、建設するなんだよね。岩を粉砕しろ、鶴橋。はい、作りました。で、そしたらね、このキャンプファイヤーってのがあるんだけど、キャンプファイヤーじゃなくてこの炉って書いてあるのが、より安全で効率のいいキャンプファイヤーらしいので、もうこっちをね先に作っちゃえばいいんじゃないかなと思います。なのでこれ木切ります。これね、バッツレンダー可愛いよね、絵が可愛い。まず拾います。で、下にね、どんどんインベントリーが。で、これ殴るたんびに右下にね、今装備してる武器が出てるんですけど、殴るたんびに 1% 減ります。これも切っとこうかな。いいよね、なんかすごく雰囲気、死んだら終わりで、こう急いでこういろんなもん食べてっていう感じなのかなって思ってたんですよ。僕スコアゲーなのかなって思ってたんですけど、なんか普通に生活できそうな感じしますよね。実は植えないんじゃないのこれこれでも植えたら終了だからね、植えるまで実況なんで、植えなかったら永遠にこのシリーズが続いちゃいますよ。そしたら、右スティックで、やばい、これでね、鶴橋を装備します。で、掘り出す岩、あー意外と取れないのか。これ12って結構作れないんだね。結構難しいのかな。この道にたどっていったら何かあるのかな。ちょっと、あ、石、怪しいよね。このゲームに対して僕何の知識も調べてないので一回ちょろっとね、さっきやっただけなので、ちょっとね、いまいちまだまだ全然分かってないんですけど、これでいいのかな。でも腹減ってきてるよね。なんだこれ、花、うわ、蜂蜜がありそう。いや、でも出てきたらやばいよね、多分。わかんないけど、夜になっちゃう。進んでいいのかな、こんなに。わかんないけど、よいしょ。お、びっくりした。これがね、ベリーだから食べれる。ん？また色がちょっと違うな。これ多分バイオームかなんかなんでしょうね、この色は。取れるものに違いがあったりするのかな。そしたらもう時間がやばいですね。なのでここでちょっとキャンプを張りましょう。カラスの鳴き声とかね、あとね、地味にサラウンドなんですよ。地味にとか言ったらあれだけど、そこをね、ちょっと皆さんの動画も多分サラウンドになってるはずなので、建設します。キャンプファイヤー、ちょっとね、これが作りたかったんですけど、石がまだまだ足りない。で、このままだと火が小さいんですよ。調べる、その火が少し弱くなってきたっていうので、この右下ね、これで、まあ松ぼっくりとか今使うね方法がわからないので、木の音がする。取り出してみよう。取り出せんの？まあいいや。これ燃料補給します。ちょっとくべます。で、丸太もくべちゃいます。そうするとかなり明るい。お、ホタル、これでね、とりあえず夜を越さなきゃならない。で、その間にとりあえず装備して、
取れるもんは取っちゃおう。で夜はね短く設定さ、待ってこれ俺触った、あダメージなのかこれ、木が燃えてしまった。そうかそういうことが起きるのか、気をつけないと。とりあえず灰取れたから、灰何に使うんだろう。持ってるものはねとりあえず持っておこう。あでキャンプファイヤーを使うと人参とか料理できます。料理して、で胃袋のマークがかなりもう半分ぐらいまで来てるので食べます。これで飢えを防いでいく感じなのかな。種料理する、ベリー料理する、ローストベリー食べる。お結構お腹いっぱいになる。あと種炙ったよね、トーストした種食べる。よしちょっとお腹は満ちた。おセーブが入りましたね。そしてこれ攻撃できんの、あー目を狙えって、無理じゃね種落としてくれる。そしたらちょっとまた移動しましょうか。